スイスマグトロール社の WB27。 WB27 はブレーキ、トルク系、回転系が一体となったモータートルク試験装置です。モーター出力 1kW レンジで世界トップクラスの高速回転モーター試験を可能にします。 WB27 は回転数10万 RPM、 最大トルク 150mNm に対してプラスマイナス 0.2% の精度で計測できます。さらにマグトロール社製のダイナモメーターコントローラーと制御ソフトウェア、モーター固定台などを組み合わせて自動試験システムをご提供いたします。 WB27 の中には創立以来およそ70年間に培われた世界最高水準の技術が詰まっています。高いトルク精度を実現させるために WB27 ではブレーキステーターをエアベアリングで支えることでトルク検出機構の摩擦を低減させています。モーター計測で欠かせないのが高精度な軸合わせ。高速回転になるほどその重要性は高まります。もしその調整にわずかな誤差が出るだけで測定器の性能が発揮できないにとどまらず機器を壊してしまう危険性すらあります。東洋テクニカが独自開発した超精密調整ジグはモーター軸と装置の軸のズレを直接測りながら簡単に短時間で10マイクロメートル以下まで調整できます。世界最高水準の装置を調整できる技術力がモーターの回転数最大10万 RPM を実現します。マグトロール社の WB27、 世界トップクラスの高速回転モーターを計測できる試験装置は皆様のモーター評価を加速させます。